バサジー大分では6歳以下のスクール生を募集しています。先日もご紹介したバサジー大分フットサルスクール、細かく分けられたクラス編成で多くの子どもたちにフットサルの楽しさを伝えています。そんなフットサルスクールでは現在6歳以下の子どもたちを大募集中。スポーツを楽しむために必要な体の基礎作り、体を動かす楽しさを伝えることを重点的にバサジー大分の選手が指導します。それでは実際に6歳以下のクラスを取材してきましたのでご覧ください。この日のコーチは青柳選手、森村選手、安松選手。ウォーミングアップではフラフープを使い体を鳴らします。青柳コーチ、安松コーチも上手。森村コーチはあれ、カメラを向けられて緊張したんですね。少し汗もかいたところでストレッチ。みんな大きな声、元気いっぱいです。続いてボールを使って練習。この日はシュート練習を入念に。青柳コーチ、優しく丁寧に指導していますね。体もお母さんたち。最初はゴールポストをめがけてキック。ちょっと難しいこれもコーンに当ててマーカーコーンを落とします。みんなまっすぐ蹴れています。一番遠いところも、え、すごい。最後はコーチも参加してミニゲーム。この日習ったシュート、しっかり打てるかな。シュート。いやー、みんなのいい表情。最後の挨拶も元気に。お疲れ様でした。6歳以下のクラスは週2回、水曜日と金曜日の午後4時からの1時間、 F リーグで活躍するバサジー大分の選手たちが優しく指導してくれます。みんなの参加をお待ちしています。